はい、どうも、妖怪三国志国取り図ず今回もやっていきます。ご苦労様ですね。もう私なんかね、もういい大人だから不戦時間を20時から8時間に変更しますと。どういうこと？宝珠30個、スタミナも1個、チャレンジエキス1個いただきました。戦時間を20時から8時間とこういたします。これが意味わかんないけど、まあやっていきましょう。はい、ということでね、あれからね、メンテナンス、はい、以下の時間にメンテナンスを行いましたということで、メンテナンス何回かねあって、3時にもあって、でそしてね、ここだよね。0時30分にね、一応復旧してるようですね。接続しづらい状況回避のために、屈原の試練ね、閉じてるんだ。あ、そうなんだ。まあまあ。どうなのかな。はい、まあでもとりあえずね、これでうまく動けばいいですね。はい、というわけで今回はね、ハイスコチャレンジ、ギューマさんね、本当は屈原やろうかなと思ってたんだけど、ギューマさんね、ゲットしていきたいなと思います。復興呼吸もね、あるんだけど、まあいつもねのことだけどね、上級後で、上級後とね、長級後でね、ギューマさんが、ドロップします。上級後では限界突破5まで、長級後では限界突破10までドロップするって形になりますね。はい、そして後半戦でね、極級が出てくるってことで、まあ前半戦で何突するかな。結構ドロップしないんで、まあ前から見てるけどね、ギューマさん高血じゃなくてポカポカ、まあ攻撃かなりね高いかなっていう感じで、まあ取りつくもね、全体なんでいいのかなっていう感じ。そして 75% だからね、結構発動もしやすいっていうところでいいんじゃないでしょうか。もう最近土妖怪がすごい増えてきたなっていう感じはあるけどね。そんな感じかな。はい、今回特攻が、あ、そうだ、ロボニャンF 型は今超10突してるんだけど、後変化しようかなと出ます。そして、特攻はこれだよね。はい、ということでやっていきましょう。ちょっと最初になんかやっちゃうのもったいない気もするけどね。しかもあんまりレベル上げてからやった方がいいのかな。まあまあいいや、やっちゃいましょう。あんまりな、欲しいコーンはないんだけど。やっちゃいましょう。全然使わないもんな。お、ぶつかりダメージ減少、これはでかいね。はい、ということで、まあでもね、やっていきましょう。上級後まで来ましたんでね、上級後からいきましょう。ここでロボニャ F 型ね、またゲットできるんで、まあ、いつの日かまた超10突できればなと思います。そしたら、まああんまりひねってないけど、 A ランク3体
召喚スキルでとどめということで行きましょう。あんまり考えてないけどいいのかな。エッソシャドウだし、まあいいや、大丈夫だろ。しまったな。そう。2列目もクリア。さあ一応召喚スキルでとどめなんで、孔明入れておきましょうか。あ、待て、これぐらいにしとこう。バリア使っていくんだね。あ、残念、ちょっと召喚スキルでとどめさせなかったからポイント低いかな。さあまずゲットなるかな。上級後ゲットならなかったか。はい、ロボニア F 型ゲット。この変化したから2突です。まあちゃんとミッションは後でクリアしましょう。はい、というわけで、極級でね、復刻極級がね、解放されましたね。これはまた今度はやりましょう。先に超級でね、ゲットまでしちゃいましょう。はい、そしたらね、超級5来ましたんでやっていきましょう。一応ルールは、3種族以上で編成、S ランク群馬神4体以上、必殺技4回以上発動。ミストシャドウとかだな。うん。まあまあまあこんな感じですかね。やっていきましょうか。で一応メンバーは今回のメンバーがニョロロン不思議が中心なので、うん、まあ勇まし豪傑パと、あとポイントアップのねミストシャドウで挑もうかなと思います。まあこれでいいかな。はい、一応打ち消しが2体かな。大釜が良い取り付く打ち消し、これが出たよね。必要ゲージと必要時間、この辺が表示されるように今回からなりましたよね。うん、これいいね。なんかね、ただよくわかんないけどね、あのダメージによって必殺の溜まり具合とか変わりますからね。はい、そしたら行きましょう。群馬神はなんかぶつかり中心にかな。うん、まあ必殺4回打てればいいんでね、やっていきましょう。レッツゴー。雨だね。あー、必殺打てねえな。これ次も1体とかいねえのかな、1体ぐらい。これでも最後牛まで結構打てんだろ、都心自体。1体いなかったっけ、こいついた。葉月さんでした。さああと3回必殺打っていきたいね。まあ前半戦はね、上級後が極級がないだろうからね、まあ楽勝ですかね。はい、2回、3回、バリア発動してる、4回、これでまあ作れたな。という感じですかね。はい、ということで超級クリア。
ドロップするかな。一発ドロップしてくれたね。まあでもね、容器とかねクリアしました。ロリポップいっぱいゲット。うん、はい、じゃあゲットしましょうかね。はい、勝利しました。ドロップするかな。今回でもミッションクリアしやすくていいね。はい、というわけでね、来ましたよ。ぼっ、うっ、はい、牛魔をゲットです。深き緑の森の奥。あ、これやだやだ、読めない俺が全部ぶっ壊してやろう。うし、大暴れしてやるぜ。というわけで牛魔さん決闘。今後宝玉七将がハイスコアチャレンジ来んのかね。あと虎と馬とカッパがいたよね。はい、というわけでゲットしました。ティア壁号、壁確証っていうのかな。じゃあ見ていきましょうか。この必殺技4回ね、バリアとかもあるからすごい発動しやすいよね。復刻呼吸はまた今度やりましょう。容器の数3個だけど、まあね、上級後、上級後でね、牛馬さんさっきのドロップします。前半戦呪狼人だけなのかな。呪狼人は私超二突はしてるのでもう0回でねドロップしません。あとはこの特徴限界突破の章はね、後半戦にドロップすかな、うん、だから前半戦はね、容器を貯めて、10個ね集めると極級でね、後半戦で超限界突破の章がねドロップするって形になりますね。ドロップ率 10% アップってすごいね、1個集めるごとに。まあ最近はねハイスコアチャレンジでも結構、昔は10突するのかなり大変だったけど、うん、今は結構ドロップするので、まあ1回倒せばね、この手形も使えるので、まあ、手形もうまくね活用してやるといいのかなと思いますかね。はい、ということで雨妖怪がね、こんだけいるけど牛馬さんがねその一角に加わりました。まあ雨妖怪ね、こんなに増えましたね。今回ちょっとロボニャンを解体してしまいましたが、はい、マス席にギュウマさんいますね。じゃあちょろっと見て終わりにしましょうか。ただ一応これがね国取りの勲功アップなんで、国取りが再開するまでにたくさん嫁りたいなっていうところだけどね。前も言ったけど敵全体に土属性ダメージで、壁号大噴射、味方全体の力守りアップ、自分のヒットボイで残り 75% だからね、これは発動しやすくていいんじゃないでしょうか。潜在能力は、ぶつかりアップとぶつかり軽減、そしてポカポカの数に応じて必殺威力アップということで、うん、ポカポカッパのメンバーでやれるかなって感じ。ただいわゆるアミちゃん妖怪なんで、まあここは頑張りましょう。まあでもヒットポイントとか高いんだよね。ほんとアメって、まあでももしかしたら今後の食べ物チャレンジのところになんかねアメチャレンジみたいなのもできるみたいな話もこの前黒田さんされてたので、まあまあそれができると私も福六十とかね、昔は真面目にやってなかったんで昔の妖怪とかもね育てたいなとどっかで思ってますね。ここで一回止まりかな。
はい、というわけで飴玉もね、飴玉ですね。飴玉はちょっと私今回使うの忘れちゃったけど、最初やるときにねこれ使ってラッキーチケットね使って最初周回するのがいいのかなと思います。私本当は最初使えばよかったんだけどすっかり忘れてたんで、うん、ミッションねクリアしていくともらえるんで、でこの報酬のリュウマさんはね、これはイベントが終わったらね突るようにしましょう。飴のやつもらえるな。ミキサー時短チケットか。飴のやつは確かなんかもらえるはずなんでね、うん、これでやるといいのかなと思いますね。一応パワーアップ妖怪ね、吹雪姫とかもかなりパワーアップしてて、今度更新情報じゃん、アップデート情報にね、あれここにないのか、メンテナンスのとこだったっけ、パワーアップ妖怪ね出てますね。吹雪姫消去が4120になっていいですね。力は落として他はね軒並み戦力上がって攻撃速度も上がってると、うん、素晴らしいね。今度ちょっと闇閻魔はやりまくりたいですね。必殺技良い取り付く打ち消しが短縮されましたね。うん、この辺も全部パワーアップされてますね。グレードごとの能力もね、うん、良い取り付く打ち消しがあるからね、助っ人スキルも変わってますね。闇閻魔も4000台に行ったんで、前も言ったけどね、昨日生放送やった時にヤシャイマと闇閻魔間違えたけど、これ私閻魔閻魔最高戦力にできそうですね。私衝突しないんでね、ヒットポイントも上がったし、うん、揚力にさらに磨きがかかって攻撃速度も上がったと、うん、条件もなんか取り付くの条件も変わったのかな。バトル開始10秒になって混乱もついたんだ。へえ、そいつは厄介だな。命中率もアップしたから、うん、すごいね。開魔族本当にイベントで使えそうですね。命中率クリティカルあると、はい、いい感じです。嬉しいね。そして意外だった、猛角だと思ってたけど劉備でしたね。劉備、まあ劉備みんな持ってるしね、いいんじゃないかな。うん、戦力も基本戦力全部上がって味方の勇気上昇も加わりましたね。そしてカゴスキルが変わったんだ。ちょっとこの辺後で見ておきましょうか。そうなんだ。超運も変わりました。ノーマルタイプの群馬シン、ノーマルだからもともとバランスタイプだけどね。はい、敵単体に雷属性ダメージプラス良い取り付く打ち消し、あ、良い取り付く打ち消しついちゃった。これはすごいな。そしてすごいね。で牛馬はねミッションがこうやってあるんでゲットしていきましょう。劉備もねここでゲットできますね。というわけでゲットしちゃいましょうか。はい、劉備を獲得した。まあ、劉備といえばね二刀流でさあね、牛マンね、育てるとどんどんね要求していくので、まあそこでね強くさしましょう。劉備たちが、あ、ここまで来ましたね。かなり戦力上がってきてますね。猛角ね、私が押した猛角は、まあ、今回でね
降臨で超10突させたいなと思います。そして超運ね、良い取り付く打ち消しが増えましたね。これは嬉しいね。さっき言ったカゴスキルが、超カゴは変わってないけどカゴスキルがね変わったんだね。うん、はい。そして劉備さん、これもね容器上昇が追加されたということで、まあ最初にねみんなゲットできる群馬神なんでいいですね。攻撃速度アップがなんか序章みたいな感じになったけど、はい、いいですね。超加護スキルは変わらないのかな。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょうか。もうね運営の方々夜遅くまでねご苦労様でした。まだねちょっと安定しないと思いますけどね、まあちょうどいいのかな。七遊は羽口さんやって、屈原さんねまた解放したらやりたいかなと思っております。先にやった人ねどんな感じだったかよろしかったらね教えてください。国取りもねメンバーがウイニャンたちに変わりましたんで、こいつらはねキンクアップかなり効いてるのでね、さっきもちょろっとやったけど金貨かなり稼げるようになったので、はい、どんどん地場金貨集めてやっていきましょう。ミストシャドウ、これが交換が25日かな、うん、これなので注意して交換しましょう。私超3突しようかなと思いますね。はい、じゃあ本当にね今日は不具合がなければいいですね。原因が屈原アクセスね、アクセスが多いとかじゃなきゃ大丈夫ですね。じゃあちょっと次はねフェスガシャやりたいと思ってます。皆さん結構ね結構回してますよねはい、じゃあ引き続いて今日も頑張っていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。いや本当に上の方ご苦労様でした。